はい、ジュラシックワールドアライブ視聴園まで来ました。今日からですね、新しい来ました。ですね、まず復習してから行きたいと思いますが、4900でね、5000ちょっと届きませんでした。はい、これで報酬を得ていきましょうということ。1万5000大きいですね。ミラガイア1万5000もらいました。ミラガイアね、今回また今キャンペーンやってますし、プロケットなんですね。おということは、プロミーが今度ね作れるようになるということですね。これはちょっと楽しみです。はい、どのぐらいもらえるかですけど、ではですね、新しいシーズンになりましたのでプロに戻ってますからやっていきたい。ここで行くといいなと思うんですが、まずはフランキーを開けたとこからスタートしていきましょう。今日はね、10体倒さなきゃいけないので4回いけないからちょっと長丁場になるかもしれませんが、はい、やっていきましょう。バトル向かいます。このアカウントは無課金、恐竜を強化したりですね、ブースを買ったりっていうのは難しいんですが、さあどのぐらいいけるか、視聴円超えられるかですね、やっていきましょう。さあ組み合わせ大事です。これはもうね、スコータトルができれば耐性持ちじゃないのが出てくれると、はい、助かります。あ、ユタリはいいですね。はい、これは向こうは先制、はい、打たれちゃいますが、向こうはですね、僕の、先にですね打ってくると、なので、即時妨害打ってくると思うので、ここはですね、あ、変えてきましたか、変えてきたか、そっか、そうすると即時妨害の意味が全くないな、即時妨害の意味が全くないな。そうすると次のターンで、かなりやられちゃいますね。これで、はい、ギリ耐えられれば、はい、ちょっとはやっておきますが、はい、次のターンでやスクラブでやられるんでしょう。これはやられておいた方がいいのかな。これ150なんて結構早いね。はい、はい、まあしょうがないです。これ157か、これ結構早いな。これはですね、エルリド出すとちょっともったいないので、トリコで行くしですが、さあここは、はい、これを食らっちゃうんですけど、まあなんとこれで返していきましょうということで、さあ次ね、向こうはですねスクラブを打ったんですけど、無敵化打っても多分ねスクラブ打ってくると思うんですが、そうなんですよね、これ効かないんですよね、これしょうがないです。さあこうなるとちょっとかなりきついですよ。はい、次2倍が復活するので、これだとねちょっと勝てないんで、もうここは、はい、どうしようかな。はい、1倍打っときますが、回避スタンス来ましたね。はい、回避スタンスが来て、はい、もう1回チャンスが、ここで2倍を打ってですね、さあこれを倒しておきましょう。ちょっと厄介ですね。これ変えてくるかな、もう当たるの覚悟かな。変えてきた、ほう、はい、トリコの力に任せますか。このターンが大きいですよね。でどうしようかな、ここは1回変えといた方がいいかな。もう1回カウンター食らいますが、さあゴルゴスクに変えといて、向こう打ってくるんだけど、おそらく即時妨害打ってくると思うんで、が先手を取ってるのでちょっとスピード上げが、はい、打ってきますよね。攻撃力をアップしときますが、これでどのぐらいいけますかね。お、倒す。さあここでねプロミーが出てくる、アソロド出てきましたか。これで先手が取れないのか、これきついね。これで先手取れないとちょっと勝てないな。これもう食らっちゃうよね。これはね今日の相手はかなり強いですよ。これはねもう全然太刀打ちできないですね。
はい、ということで下がっちゃいましたが、まあね、あのマッチングがね、今回だ今みたいなものが出てくることが多くなったので、勝てなくなる可能性が高くなって、これはちょっと今日ね5000に上がるが、さあやっていきましょう。なかなかきついですね。さてこれは、はい、これはまあまあいいですよ。ただ対戦もあいいですね。はい、ソロドロで、しかも戦は、はい、これでとにかく体力を奪って、さあ向こうはこれを打ってきて、かなり向こうはですね、もう一回でここは即時妨害もいいし、ドラクを出して、ドラクを出すかな、もう一回で倒せないんで、もうドラクを出します。あ、変えてきましたか、変えてきましたか、はい、読まれましたかね。さあそうすると向こうはですね、復活をしないと耐えれないし、耐性持ちなんでスピードも変えれないので、これは下がっておくしかないですね。さあこれでこれをしていくしかないんですけど、はい、はい、エルリドを出していきましょう。さあこれで一回食らっちゃう、これ耐えられればですね、次のターンで倒せるんですか。ドラコ出してくるか、ドラコはない、ドラコはない、はい、これでですね、で結構やられちゃうので、ここは一撃離脱してもですね一回食らっちゃうので変えておきたいと思うんです。どうしようかな、困ったな、これ一回食らっちゃうんだよね、交代するとね1ターン食らっちゃうので不利なんだよね。さあここで、はい、即時妨害打ってくるでしょう。もう分かった上での 1.5 倍、少しでも、あ、打ってこないってことは次2倍打ってくるんだな、そういうことですね。はい、1.5 倍いきますか。さあこれで倒してくる、こっちはですね結構弱くなってるので、これかなり展開としてはきついんですけど、さあとりあえずもうこれは相打ちですね。もうこっち側は継続だしますけど、はい、即時妨害継続ダメージを食らうと、これお互い相打ちで死んでしまうと思うんですが、はい、自分も死んじゃうと思うんですけど、まあ、これで向こうが2勝います。でこっち側が1個で、はい、もうね瀕死状態のエルリドですけど、まあ、先手を取れると思うんですが、ソロドローン対しですね高いんですけど、はい、これで取ってとりあえず2倍を打たせると。さあここからですね、トリコが出てくると思うんです。ここでエリコスフィックス、はい、これはいけるか、いけますね、ギリいけますね。これドラコとの組み合わせで、はい、これで倒せる、よし、はい、逆転勝利ですね。いやいや、これはなかなか気持ちいい勝ち方ね、よくやりました。はい、ということで、ができました。いやいや、なかなかねいい試合でしたよ。さあこれでまだあと2回チャンスはあるのかな、これで4体ですからあと2回チャンスありますので、はい、ちょっと振るが、これあと2回勝って5000いくことちょっと厳しいかな、明日に持ち越しかな。まあまあでも、はい、あんまり気負わずにやっていきましょう。5000はねいいです。さあやっていきましょう。次はどういう組み合わせが出ますでしょうかね。
さあ見ていきますが、はい、これはスコタトルです。さあ相手悪いな。これが出てくると、はい、しかも先手、はい、スコタトルも先手取れるようにしなきゃダメだな。これを食らっちゃうんだよ。まあどっちにしろですね、こっちが打っていくんだけど、もう次のターンでやられちゃうので、まあ、どんなに頑張ってもやられちゃうので、これはねもうやられておいた方がいいです。で、まあこれ、まあ、効かないんだけどね、これあのバカなふりしてるんですね。バカなふりして、戦ってるんですけど、これで向こうスピード上がったので先手が取れる確率で、さあここはですね取りますが、はい、とにかく2倍を食らっちゃうので、この1回2倍食らって、これで打って、お倒せた。いやーこれ大きい、クリティカルで倒せたね。これは大きいな、これは大きい。さあトリオ来ましたが、トリオに関してはこれ次のターンでやられちゃうと思うので、いきなり2倍打ってこれないので、とりあえずですね打つと、向こうは、はい、これでとりあえず1ターン耐えておいて、でこれで次どうするので、どっちにしろやられちゃうので、ここで変えていってもいいんですが、どうしようかな。ここはねやられておいた方が僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、というのは向こうがですね3ターンねこの攻撃が効くので、なるべくで抑えておきたいんです。はい、次ね2倍が来るのできついんですよね。これ2倍来るんで、これね耐えられないんですよね。うん、勝てないね、これはしょうがない。うん、強い。はい、トリオはですね怒涛の攻撃というかですね、かなりきついですね。さあなかなか勝てなくなってきましたよ。勝てなくなるとですね放送時間がない、申し訳ないんですけど、さあやっていきます。10体倒すまではやっていきたいところなんですが、はい、どうしようかな。まあこれはイルリド、とにかくね 1.5 エルイドはしないとですねきついんですけど、はい、プロミー来ましたか。はい、これで先手が取れていれば、はい、若干残るんだけど、あ、変えてきましたね。はい、相手が悪いので変えてきましたが、さあこれでどうするかですね、どうするかです。はい、これは一撃離脱しといた方がいいのかな。カウンター食らうけど、であれば、まあ耐えれる。さあ、ソロドローを出してきますが、ここで、はい、向こうはね、即時ボールだと思うので、それを見越して、はい、1.5 打っておきましょう。これで耐えられる。これ結構いけるんじゃないかと思うんですけど、耐えましたね。耐えると次のターンではもう使えないので、さあここでドラコでもなんだけど、無敵化は効かないよ。なんで無敵化張ってくるんだろう、僕には分かりません。もう無理だよね。まあこれ捨てたんでしょう。さあここでプロミーぐらいが出ていいんだけど、でもどっちにしろね、次のターンやられちゃうので困ったなあ。これ、はい。とりあえず、はい。あ、回復スタンス来ましたね。さあ、これはチャンスですよ。はい。3922。さあ、ここで、どうしよう。向こうは、あ、即時防御がもう一回来ますか。はい。
これが効かないんですけど、次ね打ってくるとここねわざとね負けてるんです。はい、なんで負けたかっていうとです、次エルリドを出したかったからなんですね。でこうこれでこの打っとけばこれ負けちゃうので変えてきましたね。さあここで、はい、2倍が来ますので、ただカウンターとそしてアーマーがあるからギリ耐えられるんだけど、さあこれで次やられちゃうのでこれどうしようか、方がいいね。はい、変えていきます。さあ向こうは優位な攻撃を打ってくるんでしょう。さあそれが分かった。さあここは打っていくしかないのかな。一回回スタンスを取っておきましょう。はい、回スタンスを取っておいて、はい、向こうの攻撃にですね一回耐えておけば、はい、これでスピードも戻ってくるので 1.5 倍で倒せますから、これで2勝しておいたら次のターンがかなり有利になりますよね。さあこれで取っておいて、あ残った、まずいまずい、これはまずい。2倍打っとかなきゃいけんかったね。おっとこれはいかん、これはいかんすよ。さあこれはいかんすよ。はい、ここは入ってくるかな、無敵か打ってきます。まずい、これ効かないとカウンターでやられちゃうね。ダメだ、失敗、これ失敗したな、失敗したな完全に、今は、ゴルゴスクを出すということで順調に負けてます。今のは失敗だな、完全に失敗。うん、もうね手を失敗すると絶対、もう1個の失敗がもうね命取りですからね。もうじゃないとこの無課金だとですねもう勝てないんでね、パワーじゃ勝てないんですから、手を読み切らなきゃいけないのに手を読めないとね勝てないですからね。さあこれは勝ちたいとこですが、さあどうなりますか。あいいですね、これもう負け決定ですけど、ギリ残った。さあこれで向こうはドラコでも出してくるのかな、なんかドラコ出してくると嫌なので、相打ちになると嫌ですけど出してこない、まあ、とりあえずドラコ。さあこれに対して向こうが何を出してくるかなんですけど、さあてとこれねあんまり速くないんでね、ちょっとやられちゃうけど147か、これで逆転で、あクローク打ってきますか、なるほど。さあこれでスピードを勝っ次にかけるしかないですね。これで、はい、倒せればラいけ、残った、残ると向こうがねしょうがないですね。まあこれはしょうがないです。さあこれで、はい、仕返しをしときましょう。帰ってくるかな、はい、これで仕返しをしときましょう。さあこれで2倍になりましたので、はい、ここはですね、はい、打っていきますが若干残るんですけど、クリティカルが出るといいな。クリティカル出ない、はい、出ないとこれで負けちゃうんだけど、さあここで、さあどうするかな。はい、こっちが先手、向こうはおそらくですねスタンを打ってくると思う。これに耐えられるかどうか、スタンかかるなよ。これにかからなければこっち側がですね、打てるので
まいとくと結構きますよ。はい、倒せますね。はい、いや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 、逆転勝利、なかなかの攻防でしたね。さあ試合が長くなってきました、バトル長くなってきましたけど、これでまだいかないね、あと1体だね。さあもう1個、はい、フランキーを開けましてやっていきたいと思います。見てる側はたくさん見れていいのかな。なか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 体力使いますよ。はい、ではまあ4900ぐらいを復活しておきたいとこですね。さああと1勝しておきたいとこですがね、気持ち的にも勝って終わりたいとこですけど、さあ何が出ますかね。組み合わせです。むむむむ、なるほど、これは、はい、ユタシノからいってみましょう。あ、いいですね。さあ、ソロドロでまずはですね、牽制打って向こうは打って、これに耐えられると思うんですね。アーマーがあるので、で耐えるとこっちが打っていきたいとこなんですが、若干残るのか、若干残るな。これでスタンが効いてくれればいいんだけど、ドラコはもう、さあスタン効け、これスタンが効かないと次打たれる、はい、打たれるね。はい、しょうがないね。はい、ではこれより早いのを出していくしかないんですけど、どうしようかな。これエルリドから行った方がいいかな。はい、これであえてですね、スピードが上がるので次ね、先手が取れる確率で、はい、向こうは変え、なるほど、そうきますか。スタン効かないよこれ。はい、これで、はい、向こうはどうする、若干残るのね。あ、まあでもね、そっか、クロークをかましておくかな。まあいいか。はい、結構きついんだけど、ばですね、次のターンで復活をかけてくんだろう。うん、はいはいはい、シールド貼ってくるね。はい、これで、はい、もう一回打てるの打っていけばいいんじゃないかと思うんですけど、さあこれでどん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 スピード上がってきましたが、さあこれで先手が多分取れるので、はい、ここで、はい、2倍を打ってですね置きましょうと。で次のカウンターでいいんですけど、はい、このカウンターが結構効くので、はい、これでいいんですが、まあまあしょうがないですね。さあこれで、はい、早いのを出していきます。さあこれで向こうはどうするかな。まず普通に取ってきましたが、さあこれより早いの出してこれるかな。インドラプトルか。はい、きついな。はい、これはきついぞ。若干きついぞ。さあここで、うん、お役に立てて嬉しいです。はい、ちょっとフリーズしたんだけど、うわー、フリーズした。おい、まあまあどっちにしろこれ勝てないのでいいんですけどね。フリーズしたし、おい、ここでフリーズするなよって感じですが、
はい、ということで負けですね。はい、ありがとうございました。明日は頑張ります。ではまた。